キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、戦争による経済制裁ならぬ IT 制裁というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういった、専門的なお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の戦争による経済制裁ならぬ IT 制裁というようなところでお話の方させていただきたいと思います。昨今の、ロシアによるウクライナへの侵略戦争に関する、お話でもあるんですが、これでこう世界各国がですね、経済制裁を今こう行っているような、状況でもありまして、その中でも今注目されているのがですね、この本題でもあるあの IT 制裁ですね。でこれはGAFAMなど の民間の企業ですよね。そういったあの企業でさえもこう一国にこう圧力をかけられるほどの存在感を今示しているわけなんですけど、まさにこのね、今の現代社会の姿とでも言えるような、そんなようなあの振る舞いかなというようなところありますね。やはりですね、民間ですよね、民間がこう国に対して圧力かけるなんていうのは、さすがこの IT 大手なのかなというような、そんなような、感じですね。まずその先駆けとしてね、このアップルがロシアへの、ロシアでのね、製品販売をこう停止して、それに続いて本日3月5日なんですが、時事通信によりますとですね、マイクロソフトも、ロシアでの、製品販売をこう停止するような、そんなような発表がありました。でこのね、アップルやこうマイクロソフトのこの行動はですね、やはり世界平和のためにすべきことなのかなというふうに思えるところがあるんですが、このね行動はですね、一見良さそうには思えるんですけど、その一方で副作用もあるかなというのが、今回ちょっと私、この番組でちょっと伝えたかったところでもあり、ここから少しちょっと個人的な意見をですね言わせていただければというようなところがあります。というのもですね、このね、私はですね、個人的な意見なんですけど、この状況ではですね、アップルとかマイクロソフトの製品はですね、制限してはいけないんじゃないかなというような感じで、思っているところがあるんですね。というのもですね、やはりインターネットを閲覧するための、端末としてはですね、やはりアップルとか、マイクロのソフトの製品が不可欠であり、でこういうような端末はですね、今この局面、戦争がこれ、なんかどんどん悪化していきそうなこの局面ではですね、制限するんではなくて、どんどんロシアに送り込んだ方がいいんじゃないかなっていうふうにこう思うところもあるんですね。はい。で、何を制限したらいいのかなっていうようなところなんですけど、正確に言うのであれば、ロシアのね、その制限するのはそのロシア政府だけにこう留めるのであって、ロシア国民に対してはですね、やはり何やかいってこの世界の情報を今届けてあげる必要があるんじゃないかなというふうにこう思うようなところがあるんです。はい。でやはりこのロシア全土のね、この情報をこう遮断してしまったりするとですね、結構ロシアがですね、変な方向に走ってしまうんじゃないかなというふうにこう感じるようなところがあるんですよね。はい。これは昔の第一次世界大戦も第二次世界大戦も振り返って、もらったらこれ分かることだと思うんですけど、なんでこのね、ああいうような大きな戦争に発展してしまったのかなというようなところの一つの理由としてはですね、それがこの情報遮断にあったんじゃないかなというふうにこう思うようなところがあるんですね。はい。例えばナチスドイツとかもそうですよね。それから旧日本軍の神風特攻隊なんてのも、それもまさにですね、あれはもうまさにこう完全なる情報遮断から、始まって、でそれでこう兵士への洗脳、国民への洗脳が行われて、それでこう
なんか国が変な方向に動いてしまって、ああいうような暴挙がね、仕向けられてしまうような、そんなような歴史があったんじゃないかなというふうに思うようなところがあるんです。なので情報の遮断っていうのはですね、副作用があるというようなところ、まあ、ここはこう注意しなければいけないかなというふうに思うようなところがあります。なので、遮断するんであれば、あの国民のパソコンとかスマホとかそういったものまでは、遮断してはいけないっていうふうにこう感じるようなところがあります。なので、この辺ね、もしね、こうアップル関係者の方とかマイクロソフト関係者の方がもしこの番組をこう聞いてくださっているようなところがあったら、ぜひこの部分をですね、上層部の方々にこう伝えてほしいな、アメリカのね本国の方々にこう伝えてほしいなというようなところがありますね。そうなんですよ、国民のねスマホとかパソコンはこれはですね、やっぱ遮断しちゃ今いけないような状況にあると思います。これはですね、はい。なので今回ちょっとこの部分を、この番組を通じて、お伝えさせていただきたかったところでもあるんでね、こういうふうにこう、お話しさせているようなところでもあります。で、やはりこのね、なんでこういうふうにこう思ったのかなというようなところの、そもそもの私のきっかけなところでもあるんですけど、とあるツイッターでこう拡散された情報の中に、一つ私の心を打たれた、お話とかもありまして、それがですね、ロシア兵士がね、そのウクライナの住民に、パンとか紅茶が配給されて、それでこうロシアの兵士がですね号泣する、そんなようなあの記事があったんですね。それがですねツイッターでこう拡散されて、この戦争の意味とかそういったものをですね根本的にこう世界でこう考えさせるような、ね、そういうようなきっかけのニュースがあったんですね。でそれはツイッターでこう拡散されてって世界にこう広がったところでもあるんですけど、ロシアの兵士がね、なんで今自分がこう戦争してるんだろうっていうようなことをこう考えるような、人道的にこう考えるきっかけにもなった、そういうような情報でもあったんです。このツイッターはすごい良かったんじゃないかなというふうに思うようなところがあるんですけど、これね、もしね、このツイッター拡散されてますけど、それを拡散して、こう、ニュースが広がったきっかけになったのは、やはり なんやかんや言って、このアップルのね、パソコンなり、スマホなり、それからマイクロソフトのパソコンとか、そういったものがね、そこにあったから、この情報がこう、世界にこう、広がって、こういうようなことを考えるきっかけにもなったところもあったと思うんですね。なので、だからこそなんですよね、完全にね、この状況を考えるとですね、アップル製品、マイクロソフトの製品はですね、ロシアの国民には届けてあげるべきなんじゃないかなというふうにこう思っているところがあります。だからこの IT 制裁ってのはですね、やるのは簡単かもしれないですけど、これね、具体的に何を制限するかっていうようなところをこうよく考えて行動しなければいけないのかなというような感じなところもあるんでね、この辺はね、ちょっと注意してもらいたいな。特にね、私の番組、もう一回言いますが、マイクロソフトの関係者、アップルの関係者の方がね、もしね聞いていてくれたとしたらですね、上層部アメリカの本国の方にこの情報をねちょっと伝えてほしいなというような思いからね、本日ちょっと収録させていただいた次第でもあります。とにかくね、私の番組、こちらIT エンジニアの方が聞いてる方多いとは思いますが、中にそのような関係者の方いたら、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは、いつもと同じ言葉で最後に締めさせていただきたいと思います。IT エンジニアに栄光あれ。